いやいや、あそこまでのノリが出せるかどうかね、早速お届けしたいと思います。若干かぶる曲もありますけど、いきましょう。He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land. Thank you.
ましたけれども、もう先ほどからもですね、エカールの話、何度も出ておりますけれども、私たちが初めてエカールで演奏したのは多分平成10年ですよね。多分そうですよ。一番最初に、今もやってるのかな、レイアウトキャッシュってコンキューがいらっしゃって、でアマチュアバンドのなんか親父バンド大会みたいにあるけど出ないみたいなところで、あれフランクスでやったんですかね。フランクスですね。でフランクスで初めてやって、そこでアキロさんという方がいらしてですね、もしよかったらうちで今度一緒にやらないかいみたいに誘っていただき、それからがスタートですよね。で当時はですね、私たちもまだバンド始めて6ヶ月で6曲しか用意してなくて、アンコールいただいたけどできなかったってね、苦い覚えがありますね。すいません、これでいっぱいですみたいな、頭をかきながら退散した覚えがありますけれども、そしてビートルズじゃなくて、エカールに行きましたら、ビートルズというバンドがいまして、やべえと、これは練習しないとまずいぞと、それなりにこう刺激を受けましてですね、かれこれ同じメンバーで17年目に今入りまして、途中一人大阪に転勤していなくなっちゃったりだとかですね、特にこの半年間は、やはり孫が生まれるだとか、両親の具合が悪いだとかですね、なかなかこう都合がつかずに、3月1日以来ですね、半年以上経って、今日、やりました。で、いつもですね、うちのバンドはみんな歌うんですけれども、ドラムが歌うと見えたねえかと、ということでいつも言われてまして、今回は必ずやるからねということで、一曲練習してまいりました。ちょっとそこら辺の曲をですね、ご披露いただきたいと思いますの、いただきたいと思いますので、まるで上司に対するような仕事をしてる。オクトパスガーデンという曲ですけれども、ちょっと聴いてみてください。
なんとですね、やろうと本来やろうと思ってた曲と8曲被ってました。なんで200曲以上あるのに被るんだろう。ですね、とりあえず今日ね、昼間ちょっとみんなで考えまして作ったら、週の2曲だけダブりまして、1曲目ダブりまして、また後で1曲被ってしまうんですが、ちょっとそこら辺はご容赦いただき、私たちも相葉ちゃんに対抗して3年ほど前からですね、女性のキーボードがありました。私たち本当に大阪のですね、自分のキーボードは常に持ってこない。橋本さんもドラムの作る会社に行ったのに、ドラム買ったのに今日腰が痛いと言って持ってこない。言ったような、ちょっとね、横着物でございますが、こんな曲はいかがでございましょうか。ちょっと間のイントロが難しいんですけども、やや長めにお届けしたいと思います。よろしくお願いします。で、唐突に曲に行きましょう。
コンセントみたいな。もともとなかった。メダルないから。メダルがないから。あ、コンセント踏んでたのね。このまま行くしかないでしょ。行きましょう、行きましょう。それでおかしいぞ、見てな、どんどん食べて。じゃあ、もう一回行きますか。Thank you.
ですが、ペダルは大丈夫でしょう。Hey, Jude.
イトだな。あ？カムチながら来たよ。じゃあ、やるよ、やるよ、楽しいです。想定外。Thank you.
ター。